どうも、長坂レモンです。本日紹介するキャオチャー、ババーン。ティボルトの計略的になります。はい、まあなんでこんなことになってるか、ただいまね、やっておりますヒストリックのイベントで、新ヒストリックイベント、デッキ40枚以上で組める、まあそういうね、あのイベントやってるんで、そこに参加してきております。はい、で本日使うデッキはこちら、ババーン。うん、あの邪悪すぎる計略デッキで、なんで40枚なのに40枚にしないのかっていう話ですね。はい、後々の方でも言うんですけど、あのLOがいるんで、そこに対抗するためにはまああの250枚にしとくのが一番楽。まあ本当はもっと切り詰めていいんですけど、まあ100枚超えるぐらいでいいかなって思うんですけど、まあ250枚でいいんじゃないかなってことで、はい、今回こんな感じで持ってきました。はい、まあ強いね。あの勝てる確率が2分の1なんですけど、2ターン目にあの先にデュラムが立つ可能性があるんで、このデッキ、はい、ゲーム終わりますねっていう、そんな感じのデッキになります。はい、で、あのこのデッキの何が良くないかってね、あのティボルトの計略ってさ、4枚だからギリ許されてたんですよ。4枚だからね。それがさ、こんなに詰めるようになったら、それはもうね、うん、基本的には、2ターン目にシトグロの X0 からティボルトの計略が打って、まあ、一応ウラモグの方が多く入ってるので、これが出ることをお祈りするゲームになります。はい。まあ、確率的には大体2分の1。デッキ枚数がめちゃくちゃに多いんで、まあ2分の1に収束していく形になるかなと思います。はい。減れば減る分だけね、ウラモグの枚数を多めに積んであげてっていう方法できるんですけど、まあ基本的にはこんなんでいいかなと思います。はい、というわけで。本日このデッキ使ってヒストリックのね、イベントの方やってきております。この後に、デッキが2つぐらい紹介があります。対戦の方へ。どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。キープですね、そうですね。お互い、ライブラリの枚数がとんでもないことになってますけど。まあ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 、このフォーマットだとね、いや、こんだけやってこそ、なんとかなる試合っていうのは結構多いんで、これはこれで全然ありなのかなと思います。そして、相手は、イプンの遺跡デッキですね。はい。で、ここ裏僕の弱いとこなんですけど、自分の土地も対象にしなきゃいけないんですよね。2枚っていう制限がある、指定があるんで、自分の土地も消えちゃうんですよ。いや、まあ、先に当たってるんで別にどうでもいいですけどね。うん。これは多分ライフ20点削り切って勝ちになるかなと。そうですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。マリガンですね。あ、こっちですね。キープしましょう。せめて土地には必要なんですよ。うん。まあ、ティボルトと石とぐろさえ取れれば何でもいいっていう意見もありますけど、一応ね。うわぁ。これは、まあ、大体2分の1なんですけど、2分の1引ければ勝てるかな。引けましたね、2分の1。縫い師の供給者の強いところですね。自分のライブラリ削っちゃうんですけど、ハイヤル、あれで、能動的に削ってこられるんで、一旦ミスっちゃうと、そのまま負けちゃうことの方が多いですね。供給者相手には。うん。このハイヤル恐怖の存在ですね。まあ、これ大戦で投了と。グッドゲーム、大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ここではあるんですけど、いい手札ですね。キープしましょう。うん。ライブラリの枚数がね、243枚。まあ、250枚分。アロガイはエルフですね。しっかり次のターンあたりにティボートの計略から裏モグが出るか。ですね、基本的には。まあ、たかがアロガイ由来なら別に何とでもなるんで。まあ相手もティボルトの計略持ってそうですけど、ここで止まるのは、
まあそんなもんガンムシですかね。はい。打ち消されないだから、アイキボルトの警戒入ってねえな。うん。入っとるわ。あ、裏モグ出ました。勝ちいいですかね。いや、違うな。こうだ。うん。こうなるんですよね。グッドゲーム、大さんありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。完璧な手札ですね。キープしましょう。相手、ルールス。多分あれかな。盗賊ギルドの処罰者だと思うんで、多分ね。多分、盗賊ギルドの、いや、違うわ。普通にローグですかね。ここ、打ちません。理由があって、ここで打っても自分が損するだけなんですよ。もう一枚あってほしいですね。ただ、これしっかりカウンター構えられるかな。スペルピアス1枚で破綻するんで、てか60枚だな。普通のデッキだろ、これ。普通のリニアローグですね。うん。スペルピアスあるからこその動きですかね、これは。とりあえず一発打ちましょう。失敗。エンド。いやー、普通にミスりましたね。こっからは土地もう2枚追加されるの待つかな。あ、思考の隅に捨て出てくるんだ。しっかりカウンター構えてれば向こうの勝ちなんですけど。まあ、いっか。2分の1だから確率論的には当たってほしいな。いや、まあ言うて2回外すかする確率も結構 25% か。あるんでね。別に外したら外したな気がしますけど。裏もみ引いたわ。買ったかな。打点のカード2枚取ってあげるだけでいいかなと思います。相手が少なくとも必要なカードが無垢の地なんですよ。それがなければそのまま、裏モグが3回殴って勝てるかなと思います。はい。相手のマーフォークのカズルも全然関係ないですからね。うん。バウンスも多分ルールス入りには入ってないですし。普通に多分な、スタンのデッキ持ってきたんだよな。スタンのローグに裏モグを何とかする手段はないはず。多分。これ、石徳の弓蛇もう一枚持ってこれるだけで勝ってるかなとは思いますけどね。こっちか。まあ、裏モグぶん殴ります。相手は次のターンブロッカー構えなきゃいけないタイミングなので、まあ、相手の行動に対してティボルトの計略打ってあげるのが一番強いかな。思考盗みとかを追加されるとめんどくさいんで、そのあたりに計略打ってあげるのが一番相手腹立ちそうな気がしますね。まあ、ライブラリはもうね、なんの問題もないんで。
ルールス回収。山を置いて。はい。で、ここで金泥棒、まあ、残しとかなきゃいけなかったですけど、立ってるってことは多分クリーチャーいるんですよね。思考の隅が何枚見えたのかな ?1、2、3、あ、思考の隅来ないか。あ、じゃあ勝ちですかね。ライブラリ削り切って勝ちだと思います。ここでメインで出される思考の隅だけが一応回答だったんですよ。あとは処罰者か。処罰者出したりするのは回答だったんですが、まあそれもないんで、勝ちですかね。うん。もう4点しかこっちのライフ削れないんで。はい。まあ実はね、普通のディミアローグ、この環境強かったりするんですけどね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、クソゲーでしたね。うん。まあ、このイベント、しょうもなゲーミングしかないんで。はい。というわけで、次紹介するデッキはこちらになります。盗賊救助の処罰者。だけ。うん。これがね、もう、ガチで強いんですわ。だいたい、赤単で、熱烈な勇者を全部デッキに突っ込んだ時の、勝てるプランが4ターン目かな、だいたい。確かそんぐらいの計算になるんですが、こいつね、やろうと思えば3ターンでゲームに勝つんですよ。はい。で、熱烈な勇者より強い、打点が高いので、熱烈な勇者より強いんですね、こいつ。はい。というわけで、次こちら、トゾギュードの処罰者になります。これね、多分3で使えたらもうヘイトの塊よ、こんな。になること、間違いなしのデッキなんですけど、まあ、どんな動きするかっていうのは、まあ、どんなクソゲーをするかっていうのをね、見ていただけたらなと思います。対戦の方へ。どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。キープですね。キープしましょう。まあ、基本的に攻撃はね、一種類のカードしか入ってないんで、キープ安牌だと思います。お。名前忘れたけど、本じゃ。次のストリックスヘイブンのやつですね。ってことはパック買った人だな。某リ。オニス教授のあれとかもあるんで。エンド。まあ、相手視界60枚デッキですね。うん。赤単の速攻かな。これ熱烈な勇者連打するデッキですね。まあ、でも問題ないかな。あ、エンブレスの保険？待って、これ普通に赤単持ってきた？ですね、実は、相手60枚であろうと、やばい、これ、普通の赤単かもしれん。適当に処罰した分投げてくだけでなんとかなっちゃうんですよね。相手より早いっていう。あー！これ普通の赤単ですね。熱烈な勇者ね、全投入のデッキかなと思ったんですよ、私は。そういう、まあ、ピュアなデッキかなと思ったんですが、しましたもう連打でいいです。思ったんですけど、これ多分、下にある普通の赤単ですね。まあ処罰者が全部入ってたら、こうなりますよねっていうのを、見せつけてる状況下で非常に申し訳ないんですけど、そう。相手のエンバレスの冒険の数とかしっかり数えていけば、それだけで勝てるかなと思います。1、2、その場に。もう、相手ターンに出すなんていうね、ことしないです。普通にガンガン出していく方が絶対強いんで。
あ、まあなんか、普通の赤単が勝てる要素がないんですよね、これに対して。相手あと2ターン、こういう対戦に使うようですね。ウッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、基本的に同じ手札ですわ。うん。初手補正加味すると土地2枚がスタートなんで、ほぼ同じ手札になるかなと思います。おっと？いいだろう。どっちが早いか。どっちが削り切るのが早いか勝負といきますか。一応、ひもりの方が早いのかな。ただ、言うてひもりだけだと勝てないと思うんですよね。まあ、高校引いてるんであれなんですけど、多分、ひもりだけだと、勝てるかな。こっちの強いところって何かっていうと、まあ、スタンでもそうなんですけど、打点がついてきてるんですよね。あと3枚、4枚引かれて16枚だから、次の次のターンまでにしなければ多分勝ちかな。相手ライブラリ40枚ですよね。うん。ここで、この最後の1枚がひもりじゃない限り私の勝ちですね。そうですね。ウッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。相手先行ですか。土地1枚引ければ完璧なんですけどね。まあ、高校なら一旦バリガンしてもいいかな。赤。小菓子吐きですか。エンド。バーンですかね。それなら小菓子吐きちょっと取っておきたいな。いや、最初に一回は食らうか。処罰者を早いこと3人にしたいんで。あー、なるほどね。お菓子吐きと、あとは更新でがっつりと打点伸ばしてくるタイプですね。ただそれならまあ、しましただけでなんとかなるかな。あとは批判化視察とかは多分入ってるかな。入ってそうだけどね。これ対戦で投了と。グッドゲーム、大戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。先行、完璧ですね。キープしましょう。まあ、攻撃は先行引けた時の強さが異常なんで、あと相手40枚ですよね。あー、黒力戦なー。てか相手も同型かな。ただまあ、打点ちょっと足んないんですけど、別に、ね、別になんで、いや、これ相手の方は大丈夫なのか。そういうのは投げといた方がよかったね。うん。たかがアドベンチャーごときが、ね。あー、軍団の最後はきついね。ただ、これトップで処罰者引いた瞬間に勝ち確定かなと思います。そうですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、クソゲーよな。うんふん。あんなん、スタンとか、なんか普通に使えたらさ、レガシー民でも切れる気がするね。まあでも、60枚デッキ相手には削り切れるってことがちょっと薄めになってくるかなと思うので、その辺がギリなんとかなるポイントかなと思います。はい。そして本日最後に強化していきたい。こちら、ババーン。ドレッジですね。はい。要は、ハイオル供給者で、縫い師の供給者でハイオル恐怖をね、落としてあげるだけでいいんですよ。で、この時何に強いかっていうと、さっきのローグに強いんですよね。うん。ライブラリめちゃくちゃに落とすんで、都合、ハイオル恐怖が7枚落ちればゲームに勝ちます。そんな感じ。うん。まあ、めっちゃ強いんですよ。
なので、このやばすぎるカードデッキをね、また見ていただけたらなと思います。特にね、ほんと今回のデッキに関しては言うことがなさすぎる。はい。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。キープしたくない。ハイマール、ハイユル恐怖だけはボトムに送りたい。マリガン。でいい。供給者も一番、引けるのが一番強いんですよ、このデッキは。なんで、こっちから入りたいかなと思います。相手に黒単色でしょ？ 1 万でしょ？うん、勝ったわ。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。ハイユル恐怖2枚持ってるのはあれですけど、キープですかね。先行なんで。まあ、供給者出しましょう。っていうかね、供給者見えた時点で爆発する相手もいるんでね。ローグって言うんですけど、ローグというか、処罰者とカニは、供給者が見えた時点で爆発します。基本的にね。これブロックしていいです。1枚追加。バン。いやー、でもここで、ハイユル恐怖引いちゃったの弱いですね。ただ、ここで、アグロにとって、アグロに相手には結構強いんで、ハイユル恐怖がライフゲインしてくれるからですね。あ、2枚落ちた。あとハイユル恐怖2枚分です。そうですね。ホットゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。完璧ですね。キープしましょう。あんまり？とりあえず、供給者から行きます。で、マリガンズデッキ基本的には、あいつ、リボルトの計略しかないと思っていいです。うん。プロ。なるほどね。相手の方が2枚、1枚多く落ちた。最悪ですね。まあ、供給者2枚かな。まあ、こっちも2枚落としたんで、怖いこと、いうことで、よろしいか。落ちない。落ちないは良くないんですよね。これ、お互いのハイより恐怖をハイより恐怖で中和し続けるとかいう、クソゲーなので、うん。あと、私、これ以上ライフ削りたくないです。ライブラリ削りたくないです。相手が削ってきたら使う形になるかなと思います。相手の方が早くハイより恐怖をハンドから撃てるようになってきた。エンド。ハイユル恐怖ね、引いちゃうと弱いんで、アイレクシアの塔。あ、私も塔入れるべきかな、これは。まあ、私も、はい、ハンドからハイユル恐怖を打ちます。クソゲーですね。うん。同意しないです。この対面はね、多分、ハイユル恐怖の枚数が同じなんで、LO 勝ちが主になるかなと思います。あね、その分私一枚多めに、供給者使ってるんで、そこ結構厳しいかなと思いますね。で、相手多分これこっちの L を目指して、供給者ハンドに抱えてる形になるんですよ。なんで、相手としても多分動きづらいんじゃないかなと思います。1,2,3,4,5,6,7,8,9 あと6枚。相手ハイユル恐怖は引けてないな。
出てないならこっから供給者連打で私が勝つ可能性がありますね。デッキのボトム以外を引いていけるので、ここで勝てないと負けですね。相手はライブラリ3枚から、ハイエル恐怖を持ってこなきゃいけないんで、2枚、相手のハイエル恐怖2枚要求です。これ完全にハイエル恐怖たくさん来た分で私が結構楽になってますね。あ、なかったか。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これはマリガンですね。基本的に、ヌイシーの供給値より、ハイマール恐怖を多く引いてるときはマリガンしていいと思います。うん。まあ、せいぜいダブマリぐらいまでかな。ハイエル恐怖をボトムに送れるってこともあるんで、まあ、ダブマリぐらいまでなら全然許されるかなと思います。マリガン。これもかな。いいですね。ちょうどいい感じに、土地と供給者だけになりましたね。攻撃、このハンドが一番強いんで、土地と供給者だけっていうのが一番強いデッキなので、これは結構楽かな。囲いから入ってくる。とりあえず供給者出しましょう。一発。デスシャドウですかね。言うて別に怖くはないんですけど、供給者でぶん殴り続けるだけのゲームなんで、これって。ただ、墓地に供給者がたくさん落ちちゃったのちょっと嫌ですね。先供給者出します。出すよね。いや、殴っていいのか。ブッシュ。あ、なるほどね。これは運ゲーってやつなので、なんとも言えないですね。まあなんか相手が思考囲いで2点分食らってるんで、供給者の1点いらなくなったんですけど、これは、なーグランか。エンドかな。相手どうやって勝つんですかね。しっかり40枚だしな。ハイマール恐怖、ハイエル恐怖か。1枚落ちれば勝ちです。わかったわ。はい。こういうアグロには滅法強いんですよね、このデッキ。はい。そうですね。トゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、クソゲーすぎるね。まあでもね、たまにこういうイベントやってくれるのは楽しいのかなと思います。まあ年1ぐらいでいいよ。うん。月1とかできたら多分飽きるからね。うん。で、まあ、環境的にどれが一番強いかっていうのは今んところ多分ないと思います。これ以外にもね、メタビデッキみたいなのも存在するんで、はい。明日はそのメタビデッキとかもね、紹介できればいいかなと思います。はい。で、まあ、クソゲーなんで、クソゲーなんで、ぜひも楽しんでいってほしいかなとは思うんですが、ねまあ、なんというか、いろんな方法でデッキは組めるんですよ。いろんな方法でね。ただ、どんな方法で組んでも、2ターン目のティボルトの計略に対し、先に言うティボルトの計略に対処できないデッキっていうか、まあ、あれは事故なんで、うん、あそこをお祈りさえできればなんとかなるかなと思います。はい。で、まあ私としてはこのイベント、まあ嫌いではないかな、嫌いじゃないんですけど、常設はしてほしくないですし、年1ぐらいでいいかなと思います。うん。派手派手しいデッキいっぱいできるんだけどね。なので、まあ今後ともね、こういうイベントあったら遊んでいきたいかなって感じはしますかね。うん。なので、まあ、ぜひとも皆さん遊んでみてはいかがでしょうか。他にもね、いろんなデッキの構築の幅あると思います。ウラムグのところからね、プラチナエンジェル出すデッキもあるんで、うん。
まあ、プラチナエンジェル出せば、相手がティボルトの契約以外なら終わるでしょ、みたいな。まあ、デッキもあったりするんで、ぜひともいろんな方法で試してみたいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは